日本東京都新宿区神楽坂神楽坂と牛込門、歌川広重1840年幕末の牛込門と外堀神楽坂は東京都新宿区にある早稲田通りにおける大久保通り交差点から外堀通り交差点までの坂である坂の周辺の地名でもあり神楽坂1丁目から6丁目がある全域住居表示未実施町名の変遷を参照江戸時代には 外堀に設置されていた、牛込門に通じる交通の要衝だった。なお、大久保通りとの交差点が、坂上、外堀通りとの交差点が、坂下となる。またこの地名は、東京メトロ東西線神楽坂駅や都営大江戸線、牛込神楽坂駅など駅名にも使われている。神楽坂の名称の由来について、江戸名所図絵巻の4によれば、この坂の右側に、 高田穴八幡の旅書があり、祭礼で、御腰が通る時にかぐらを奏したからとも、若宮八幡の社のかぐらの音がこの坂まで聞こえたからとも言われる。また、海鮮江戸市には、つくど明神が源那の頃に牛込の地に移転した時、御腰が重くてこの坂を登ることができなかったが、かぐらを奏すると容易に登ることができたため、この時よりかぐら坂の名がついたと記されている。 神楽坂は全国的にも稀な逆転式一方通行となっており、自動車などの進行方向が午前と午後で逆転する。午前中は坂上坂下であるが、午後は坂上坂下となり、通行する際は注意が必要である。逆転式一方通行となった背景に、その昔田中角栄が目白台の自宅から長田町に出勤し帰宅する際に、 瓶を測ったからとも言われるが、これはタクシーの運転手によって広まった都市伝説である。実際の理由としては、急激な交通量の増加で規制を求める声が上がり、その最中に通り沿いの陶器店に車が突っ込む交通事故が発生。これが元で規制が行われたものの周辺で大渋滞が発生したことから、1956年に都心から 西側の住宅地に向けた一方通行となり、1958年に現在の逆転式一方通行になった。神楽坂付近は大正時代に流星を誇った花町で、飯田橋駅を背にした坂の右手に残る。花町特有の路地は日本でもここにしかないと言われている。また、関東大震災以後は日本橋、銀座方面より商人が流入し、夜店が盛んになった。 山の手銀座と言われた時期はこの時で、林文子や八達瀬子の小説にも登場する。坂沿いには商店街が立ち並び、瀬戸物や和菓子屋などは思わせるお店が中心であった。田山家隊は電車がないから山の手に住んだ人たちは大抵は神楽坂の通りへと出かけていったと記しており、都市交通網の整備によって神楽坂から銀座や日本橋に 陰心の地が移っていったと返している。2003年以後特にチェーン店やコンビニエンスストアの進出が目立ち、それとともに夏目漱石の通った田原屋などの老舗が急速に減少しつつある。また、周辺の住宅街でも次々にマンションが建設されており、昔からの風情は失われていっている。表通りから一歩入ると静かな路地があり、住宅街の中に、 レストランや料亭などが多く見られる。かつては、江戸時代に、食産人、明治期に、小崎公用、泉京花などが住み、小崎紅葉急遽跡は、新宿区指定史跡、泉京花の急遽跡は、新宿区登録史跡になっている。また、坂の周辺には、美車門天全国寺をはじめ、若宮八幡や赤木神社など多くの寺社が散在する。周辺の学校には、 東京理科大学、法政大学があり、また、アンスティチュ・フランセ東京をはじめとし、フランス関係機関の多さから、フランス人をはじめ海外からの人も見受けられる。坂下にあったパラパラの伝道と言われた、ディスコ、ツインスターは2003年8月に閉店し、跡地は、結婚式条件フランス料理店に衣替えした。五丁目から野来町にかけては、 著名人なども住む高級住宅地と昔ながらの人たちが住む住宅地が混在している。東京メトロ東西線の神楽坂駅を過ぎ、野来町へ進むと野良井農学堂がある。休日には歩行者天国になり地元の商店街は多くの人で賑わい、生活感のある風景が広がる。毎年夏には神楽坂祭りのメインイベントとして、阿波踊り大会が開催される。 神楽坂祭りは昭和47年に、神楽坂商店会が中心となって始められ、阿波踊り大会もその時から行われている。参加団体が神楽坂を踊り歩き、周辺のつくど小学校や愛美、小学校などの小学校や、東京高生年金病院も参加する。その他の参加団体には、か、グラレ連やガムダン連などがある。徳島県や杉並区公園寺から参加する団体も、ある。 1947年までは、牛込区に属していた。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。